はいどうもこんにちはこんばんはおはようございます。本日はですね千葉県に来ております。千葉県の白子温泉、そして今泊まっている宿がですね白子ニューシーサイドホテルさんですね。まずは概要欄 URL より前回の動画を見ていただけたら嬉しいです。白子温泉の散策と簡単にこちらのお宿さんの紹介ですね。でそこから軽く仮眠を取ろうと思ったんですけど結局眠れず、現在午後5時過ぎになろうとしております。で本日は素泊まりですので、今から外に外出して、居酒屋さんに向かうつもりです。楽しみですね。それでは早速向かいましょう。今日は結構泊まってるお客様もいらっしゃいまして、日帰り入浴をこれからされる方もいらっしゃいましたね。でね、もう夏も近いんですけど、この空を見ていただくと分かる通り、5時、6時ぐらいになろうとしてるんですけど、寒いんだよな、今日。今日はすっごい寒い。長袖長ズボンじゃないと。みんなぐらい寒いんで。温泉この後気持ちよさそうですね。で、お昼にですね、温泉街散策したんですけど、まだ行けてない場所があったんで、そちらを歩いてから居酒屋さんに向かいます。おしゃれな施設が宿の隣にあるんですよ。何でしょうかこれは一体。この道をまっすぐ行った温泉街をまだ見てないんで、どんな感じか歩いてみます。カラオケアーサーがありました。近くに営業中で。宿に1時間無料券みたいの置いてあった気がしますな。こちらの通りも、やはり宿が多いな。ただこれやってるのか。平日だからね、車の台数は少ないから、わかりづらいけど。すごく建物綺麗ですけど、やってる様子がないな。ホテルニューカネイさんですね。これは同じグループのホテルです。結構でかい。白子温泉街結構いいですよ。宿の数も多いしな。もうちょい飲食店とかアイスクリーム屋さんとかお土産屋さんとかあってもいいような感じしますけどね。週末どれぐらい賑わってるんでしょうかね。あーこの宿も見たことある。ササユって読むかな。あーこれ楽天ですっごい見た。こちらのお宿さん、ここら辺もね悩みましたね。泊まるかどうか。結構新しめだな。はいはい、あー泊まってますね。人気だわ白子温泉。こちらの道、温泉街の海側の道なんですけど、結構メインの道なのか分かんないですけど、車通りが結構激しくて、あれですね、落ち着かないかもしれない。中の方の道の方がさっきは落ち着いてて歩きやすかったな。あ、終わりかな。そろそろ終わりかもしれない。ここから中に戻って、居酒屋さんですね。白子温泉静かですげえいい場所ですよ。これ合宿とかで若者で溢れ返ったりすんのかな。団体客入んないとね。このテニスコートとかたくさんあるしな。どんな感じなんすかね。それではもう少しで居酒屋さんに着きます。こちらの宿はでかい。なかなかの規模。結局まただいぶ歩き回ってしまいましたね。これ飲食店が、あ、これ飲食店ありましたね。飲食店マジでないんだよな。今日行くところぐらいしか居酒屋さんない気がする。混み合うんじゃないかこれ。見えてきました、見えてきました。あちらです。到着しました。居酒屋、缶鍋屋さんです。
では入りまーす。最近はこのセルフオーダー多いですね。楽でいいわ。メニューがすげー多いんすよ。迷っちゃった。ただこういうところに来ても刺身を頼まないという。ビール来たー、乾杯、いただきます。ハラミが来ました。くっそうまそうなんだけど。枝豆も量が多いですね。肉めえわ。最近はもう刺身じゃなくて肉ばっか食ってますね。ほんとうまい。酒が進む。白子といえば新玉ねぎということで、新玉ねぎの海鮮チヂミを頼みました。玉ねぎ私あんまり好きじゃないですけどね。新玉はこれ甘くて美味しいわ。いくらでも食える。せっかくなので新玉のスライスも頼みました。お腹いっぱいになってきちった。酒がね結構濃いんですよ。嬉しいですね。全然薄くないからコスパいいっすわ。新玉スライスうますぎる。結構脂っこいものばっかり頼んじゃったからこれでさっぱりできるわ。アジフライ頼みました。一度あのすごく美味しいアジフライを食べてからハマってますけれども、千葉に来たらもう必ずアジフライ頼んでると言っても過言じゃありません。アジフライもふわふわでうまいですね。食ったー、ごちそうさまでした。改めてごちそうさまでした。うまかった。っていうかこのクオリティの居酒屋さんがこの白子温泉ど真ん中にあること自体がそもそもありがたいというか、かなりいいですよね。素泊まりできた方結構困ると思うもん、白子温泉に来た時は。この後はですね、軽く散歩してから明日の朝食を買いにセブンイレブンまで向かいます。まだ明るいよ、全然7時前だもん。まだ居酒屋さんも若干気になってたんですよね。いい雰囲気を。セブンで朝飯買って帰ります。外の喫煙所でタバコを吸う行為、これがまた風情があるんですよ。好きなんですよね。なんかね、あの温泉街見て回ったんですけど、あの私が泊まってる宿が一番お客さん泊まってる気がするな。部屋戻ってきました。まだ7時過ぎなんですよね。宴会場がすげえ盛り上がってたんで団体さんが入ってる可能性ありますね。いや眠い、寝そうだわ。寝ちまったわ。現在午後の10時ですね。お酒も抜けてきたので温泉行きますか。温泉入りましょう。誰もいなかったらいいな。うっしゃ、貸し切りや。そしてやはり茶褐色っすね。温泉入ってきました。
目覚めの温泉たまらんな。そして今日少し肌寒かったんで、なおさら体に染みましたね。あの温泉がほんとしょっぱくてびっくり。それでは軽く飲んで、本日は寝たいと思います。おやすみなさーい。おはようございます。現在朝の7時です。天気いいですね。変な時間に昨日寝ちゃったからなかなか寝つけなくて、やっと寝つけたと思ったら朝地震、朝の4時ぐらい地震があって、結構大きな地震があって、それでまた目覚めて、またそこから寝つけなくて、気がついたらこんな時間になってました。何事も起きてなくて、とりあえずは良かったです。朝温泉行ってきますか。また貸し切りだ。温泉入ってきました。気持ちよすぎた。やはり朝温泉、誰もいない貸し切りだったし、誰もいない時間帯を狙って大浴場に入れるか選手権あったら俺絶対世界大会出る。温泉から帰ってくるときに朝食の会場からすごくいい匂いがしましたね。私も朝ごはん食べます。昨日セブンで買ったやつです。なんかパンが全然売ってなくて、このチョコスティックしか売ってなかったんですよね。ごちそうさまでした。まだ8時前なので、あと1時間ぐらいゆっくりしてチェックアウトします。ではそろそろ出発しますか。いかがでしたでしょうか。白子ニューシーサイドホテル、初めて白子温泉に来ましたけど、小規模の温泉街ですが風情もあって、黄金色茶褐色の温泉は初めての経験で大満足でした。夜の露天風呂に入れなくて残念でしたけれども、次来た時には夜の貸し切り温泉に入ってみようと思います。千葉県はあまり温泉のイメージなかったんですけどね。飯岡温泉の黒湯、養老渓谷の黒湯、そして白子温泉のこの黄金色の温泉、それぞれ泉質も違くて、温泉目当てで千葉県を旅行するのも全然いいなと思いました。というわけで皆様、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。